早く。ひなちゃん、まさきちゃん、結婚おめでとうございます。本当、電話聞いた時は本当に飛び上がるぐらい嬉しかったです。なぜかというと、まあ一応私が2人を紹介、引き合わせたわけだし、恋のキューピッドで、その後どうなったかなってずっと心配だったんで、本当に良かったです。で、本当は結婚式ぜひとも参加したかったんだけど、ちょっと時期的に無理だったので、こうやってビデオレターを送ってます。本当はもっといい景色のところでちゃんとしたカメラで撮ったんですけど、うちのパソコンの調子がおかしくてちょっと編集できなかったので、ちっこいカメラで撮り直してます。で、これはうちのベイビーケンタです。はい、せいケンタ。はい、3ヶ月かわいっしょね、ケンタ。で、2人を紹介したのはかれこれも5、6、7年前ぐらいかな。私がカナダに来ても5年目だから、いやー、本当にもう嬉しくてしょうがないです。この辺はうちの近所のスティーブストンっていう港町で、これからこの近くで仕事なんですけど、すごいいいとこなんで、ぜひ遊びに来てください。来年2010年2月かな、ウィスラーでオリンピックもあります。本当はウィスラーにも行って撮影したんだけど、ちょっと編集できなくて遅れなくてごめんね。でもぜひぜひ遊びに来てね。ウィスラーもバンクーバーもめっちゃいいとこです。ねえ、ケンタ、今新型インフルエンザとかすごい言われてるけど、カナダは大きい国なんで、全然別のとこでちょっと流行ってたけど、この辺は何もないのどかないいところです。なのでぜひぜひ待ってます。で、次は、まさきちゃんとみほちゃんがこっち来てくれるの楽しみにしてるけど、その前にできたら9月に帰ろうかなって思ってるので、その時はぜひぜひ会いに行きます。まあ、ケンタは連れていけないけど、じゃあちょっと短いけど、これでじゃあ終わります。末永くお幸せに。じゃあね、みほちゃん、まさきちゃん、チアーズ。ケンタ、